スープキッチンコミュニティ給食施設にて、失業者に食事を提供するために炊き出しを行う、チリ人女性たち。1932年、チリにて撮影。CFS、アルカポネが行った失業者向けのスープキッチンに列をなす人々1931年、アメリカ合衆国シカゴ市内。店頭の看板には、失業者のための無料のスープ、コーヒー、および、 ドーナツと書いてある。日本の炊き出し震災対応の炊き出し新潟県中越地震発生後のおじやしにて2004年10月撮影。焚き木を用いて温かい食事が提供される。静岡県内の地域自主防災組織に見られる簡易型のかまど計量かつ後始末も簡便な調理器具であり、炊き出しのほか地域の催し物でも利用される。炊き出しとは困窮した。 状況下にある多数の人を対象として料理やその他の食料を無償提供する一連の行動である。炊き出しは避難者、貧窮者等の困窮した状況下にある多数の人を対象として料理やその他の食料を無償提供する一連の行動である。英語ではスープキッチンがこれにあたる。ボランティア活動の一形態。戦争、紛争、 規模の大きい災害や事故、経済恐慌等が発生した時に行われるものが、目立つが、そのような有事の際に行われるものだけを指しはしない。なお、英語のスープキッチンは仮説と常設を問わないが、日本語における炊き出しはより競技で用いられ、常設されたものは通常は該当しない。また、英語では、パンやスープを求めて行列ができることから、その行列を指して、ブレッドライン、 スープリンなどと呼ぶが、これらは、スープキッチンそのものを指すこともある。16世紀末、イギリスでは没落した農民が、都市に流入しスラム街を築くようになり、1701年にエリザベス給品法が制定され、給品院が設立された。給品院の生活環境は劣悪で、食事は、もっぱら何かのスープかカユだった。また、ブルジョアには、 近所の貧困者に施しをする社会的役割が求められ、ビクトリア町の火星書には貧者に施すためのスープのレシピが記載されていた。18世紀末、小麦の不作による貧困層の危機的な困窮対策として、警察裁判所判事であった社会改革者パトリック・コフーンはスープキッチンの設立を提案し、1804年の冬には、 ロンドン市内の各所で毎週5万人に対して施しのスープを供給した。ただし、教訓的な意味を込めて、少額の料金を徴収した。以来、スープキッチンは21世紀の今日に至るまで、世界中の災害や、基金の現場、戦場などで設立されている。日本の歴史上では近世に至るまで、たびたび基金災害や戦乱が起こったので、かつては、 かゆの炊き出しなど、同様の行為が、救い小屋として自社による記者や自治する領主の例によって実行されていた。日本語の炊き出しは、もともと火災や震災、水害などで住む家を失った人や、その事後処理に協力した人に対して、周囲の人が飯を炊いて出す行為を指す語であるが、近年では、様々な危機的状況下において飲食物を野外で提供する。 行為全般を指している。ただし、防災研究の分野では、災害職の配布や、個人やボランティアによる突発的な二滝と、組織的な給食支援は別のフェーズと考えられている。例えば、東北地方太平洋沖地震の場合、炊き出しの開始は、災害発生から約1ヶ月後に始まったとされている。災害発生時においては、主に避難所に移動してきた住民に対して、 また渋滞中の車両のドライバーや同乗者に運行停止中の鉄道の乗客などに対して行われる。移動可能なコンロを用いて日滝したものをその場で提供することも多い。提供される食料品は菓子パンやおにぎり、アルファカマイなど主食となるもの、コーヒーやジュースなどの飲料、飴やチョコレートなどの菓子類が無償で提供される。気温が低い状況下では、 温かい飲料が提供される場合もある。公職選挙法第139条では、選挙期間中の飲食物の提供は禁じられているが、地方によっては、選挙事務所で応援者に振る舞われる焚き出しが、選挙戦の慣例となっている。ありがとうございます。